その一冊を紐解けばスポーツの全てがわかる。そんな究極の競技辞典、競技園の編集作業が今急ピッチで進められている。今回取り上げるテーマは、ダルビッシュが加入したパドレスのメジャーキャンプにもう一人の日本人が招待選手として参加することが決まった、加藤豪介。両親ともに日本人でありながらアメリカで生まれ、6歳からアメリカのリトルリーグで野球を始めたという異色の経歴を持つ。かつてサンディエゴのランチョ・バーナード高校に進学し、全米ファーストチームに選出され、卒業後も UCLA 大学への推薦入学が決まっている中で、2013年の MLB ドラフト会議でニューヨークヤンキースから2巡目以内に指名される日本人初の快挙で注目を集めた。18歳からスタートしたプロ生活だが、そこは世界最高峰のリーグ、傘下にあたるマイナーリーグの壁は高く、昇格するのは簡単ではない。それでも結果を残すことで有望株ランキングに乗ったり、ヒーローインタビューで取り上げられたりして、少しずつ昇格を重ねる。その傍らで本職のセカンド以外にファースト、サード、ショート、レフトなども守るようになり、ユーティリティ性にあふれる選手へと成長していく。 AA クラスまで上り詰めた2019年には招待選手として参加した春季トレーニングでオープン戦初出場を果たす。開幕も初めて AAA クラスで迎えると、4月までにチーム最多の5本塁打を放つ猛アピールを見せる。その活躍はヤンキース下部組織の公式ツイッターでも紹介されるほどであった。このシーズンのヤンキースはセベリーノ、ジャッジ、スタントンといった投打の主力が次々と故障者リストに入っていたこともあり、ついに待望の MLB 初昇格が目前と言われていた。しかし今では首位打者の DJ ルメイヒューがセカンド、昨年ホームラン王のルーク・ボイトがファーストを守り続けていたほか、ブレイクを果たしたジオ・ウルシェラとマイク・フォード、そしてユーティリティプレイヤーのタイロ・エストラーダが揃って MLB 昇格を果たし、またしてもヤンキースの層の厚さに阻まれた。結局加藤は AA と AAA を行き来したままシーズンを終えるも、 AAA クラスのポストシーズンではホームランを放つ活躍を見せ、引き続き期待は高まっていた。マイナー契約期間が6年に達したことでマイナーリーグ FA となった加藤は、オフにマイアミマーリンズとマイナー契約を結び、再び招待選手としてメジャーキャンプに合流した際には開幕ロースター候補にも挙げられていただけに、今年こそはという意気込みで臨むはずだった。だがこのタイミングで最悪の事態が起きてしまう。新型コロナウイルス感染拡大により7月までずれ込んだ MLB 開幕に備えたサマーキャンプメンバーの60人枠に選ばれず、さらにマイナーリーグ全体が開催中止となったため、2020年における公式戦での出場機会を完全に失ってしまったのである。前代未聞の異常事態で八方塞がりとなった加藤は、その現状を自身のツイッターでも嘆くほど悔しい一年を過ごした。それでも彼はくじけない。数百人単位でマイナーリーガーが大量解雇される中、加藤はフロリダ州にある球団施設で練習を続けた。そして再びマイナーリーグ FA になると、今度はサンディエゴパドレスとのマイナー契約を発表。奇遇なことに、かつて自分が幼少期に育ち野球を教わったサンディエゴに戻ってきた。世界で最も過酷なリーグで様々な試練にぶつかりながらも、それでも諦めず夢のメジャーリーグを目指し続ける26歳の加藤。プロ9年目となる今シーズンこそ故郷で悲願の初昇格に期待したい。